はい、どうも皆さんこんばんは、ガクチャンネルのガクです。今日はですね、ちょっと前に紹介したこちら蚊取り線香のね、やつ紹介したんですけど、これヤニが結構ついてきたんで、そのお掃除どんな感じ本当に取れるのかなっていうのをちょっと見ようかなっていうのと、でそれに合わせて、紹介したこの外のライターね、ターボライターなんですけど、こちらの方ね、これ気に入って使ってるということを言ったんですけど、それとねまたちょっと違う、ライターはライターなんですけど、こんなん買ってみました。じゃん、なんか電気式のライターね、アウトドア用みたいなライターを買ってみました。なんていうかパッケージ見えないか、火花がね先端が飛んで火がつくっていうやつなんで、もう開けていきましょうね。で USB で充電ができるみたいなんですけどね、説明書はね、日本語表記ちゃんとしてくれてますとは言っても、別にそんなにややこしい内容でもないと思いますよね。だから火花飛ばしてるんで当然風が強くても全然使えると思いますし、あとねなんかライトがついてるんですよ。先端にライトがついてる、先端じゃないか、これね、ここにライトがついてます、ね、これがこう曲がってこう先端に火花が飛ぶんでしょうね。でこんなやつです。これはついてる、これがスイッチか、ここにメインのスイッチがあるので、これをやってないとつかないですね。だから危ないんで、普段は切っといたらいいですね。勝手にボタンを押しちゃったら。で、どっちがライトかな。こっちがライト。ライトのオンオフ。で、これをもう一個の方を押すと、上の方を押すと、押してる間だけ火花が飛んでる感じ。これ見えるかな？なんか紫色っぽいやつが飛んでます。で、一応バッテリーのレベルゲージがあります。で、あとは USB の、充電のプラグね。があります。で、入ってるものはもうシンプルですね。説明書と基本的にこの充電ケーブルと本体ですね。これ値段が安いんですよ。概要欄貼っとくんで、もう1000円もしないもんなんで、もし興味あれば買ってもらったらいいかなと思います。で、実際ね、蚊取り線香をちょっとつけてみようと思うんですけど、室内なんで風とかはないんですけどね。ちょっとつけてみようと思います。すぐにつくのかどうか。ね、ちょっと室内なんで本当はあんまりつけたくはないんですけど、ちょっと実験でね、はい、いきますね。蚊取り線香、こうやってこれでいいかな。煙は出てるけど、でもすぐにつく感じじゃないのかな、やっぱり。煙は出てて、火が出てきた。なんか一応ね、今ちっちゃくですけどつきましたね。イメージとしてはそんなすぐに、そんなすぐつくもんでもないか、ちょっと消そうね。なんていうか、普通のほらお仏壇とかお墓で備える線香だったら多分すぐにつくような気はしますけど、ちょっとだから厚手のものはあれじゃないかな、ちょっと時間かかっちゃうんじゃないかな。なんか燃やせそうな紙、簡単な紙があれば、説明書でいいですかね。ちょっとだけちぎって、この蚊取り線香のところに燃えないやつあるからね、紙あれが。これでちょっとやってみましょうか。一斉ので、イエス、えい、えい、燃えるっていう感じではないかな。ちょっとだから、あれかな、ちょっと今危ないからできないけど、紙とかじゃなくて、鼻紙ティッシュとかだったら多分つくような感じはしますね。だから本当に線香、これ、安いもんだからあれですけど、お墓行くときのお墓前の線香つけるやつにはいいんじゃないかな、これ。かなり。ちなみになんですけど、この
まあ、全然火にならないけど、外製のやつのバーナー、まあ、ミニバーナーみたいなやつだと、こう、最強モードでこんなに火出るんでね。もう一瞬ですよね、これ。もうついちゃってるもんね、俺。だから、ちょっと。ただこれ消せないからね、これ部屋の中、いや、臭くなるからね。だからまあ、そうですね。まあ、こっちの外製のバーナー自体も、これ何倍や、2000円もしないですよ。1500円から2000円の間だったと思うんで、で、前も言いましたけど、カセットボンベカセットガスのありますよね。お鍋とかやるときのね。あのガスも使えるし、ライターガスも使えるしっていうね。だから、多分、あれかな、こうなんていうの、高い山とか行くところになると気圧がね、気圧の関係で多分ライターガスじゃないとちょっとつきにくかったりとかすると思うんですけどね。普通の平地だったら全然カセットコンロの、ガスで、全然いけると思うんで、まあ、そこら辺は使い回せばいいと思うんですけど、まあ別にライターガス入れといたらいいと思うんですけどね、普通にね。はい、ということで、まあ、これ、一応、なんとなく、まあ、ライトもね、ついてるからね、結構なんかこう、ほら、キャンプ行った時とかって、なんかこう、手元光らすって、まあ、でもあれか、こっちのやつはこれ自体が明るくなるからいいのか。わかんないけど、まあ、ちょっとライトついててありがたい時ありますよね。わりかしね、明るいんですよ。ね、わりかし明るい。だから手元くらいはね、なんか光らせるし、まあ、安かったからなんか買ってみようと思って買ってみたんですけど、いかがでしょうか。粘ればあれかな、多分ティッシュとかがあれば火つけ、新聞紙とかね、なんか燃えやすそうなもんだったら火がつくと思うんで。あ、で、この、前言ってたこの蚊取り線香のやつ、これね、オレンジのやつでピッてやってたらやっぱり止まるから結構便利ですね。燃えてるところがね、タイマーみたいな感じで。結構便利です。やにくさいなぁ、でも。で、多分これ1週間くらい使ったのかな。結構な汚れ具合。上蓋のところは、まあ、これ見えるかな、ちょっと汚れてるのと、内側がほら、ね。うわ、もう黒光りして、なんかあれですね、ゴキブリの、あれみたいですね。で、一応ね、もう洗うのもあれやから、ちょっと洗面台で撮影するのもどうかと思ったんで、ウェットティッシュね、持ってきてみました。これでちょっと拭いてみようと思います。じゃあ、いきますね。簡単に取れるのかな。あ、やっぱりそこまで簡単には取れないかな。ゴシゴシ。やっぱ水洗いはいるのかな、これ。でもやっぱり取れるわ。これウェットティッシュでこのレベルだったら。今ちょっと軽くこう、ゴシゴシしてますけど、ほら。あ、これは水洗いだったら多分お湯かなんかでジャーッといけば、全然いけるレベルだと思いますね。やっぱ取れやすいのかな、ほら。ね。うわ、くさ。ね。だから、これ、ヤニね、結構ね、どうなんだろう。このヤギの匂い僕結構嫌いなんで、で、特にこういう状態で、キャンプ行った後に車の中に放置してると、もう、えらいことありますよね。ビニール袋くらいにポッと入れてね、普通に結んで、やってるくらいじゃ匂い出てきますもんね。このヤギの匂いすごいと思うんでね、僕すごい嫌だったんですよ。だからこう、落としやすいっていうのはいいですよね。はい。ということで、一応今日なんかごちゃ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 なんか話してますけど、基本はこのライターのご紹介ということで、まあ、そこそこ、充電できるんでね、コストはもうかからないというのがあるんで、なんかこう先っぽついちゃったかな。なんか燃えてるけど、これ、ビーっと。これ結構でもいいんじゃないかな。実際キャンプ行った時にもまた、使ってみて、まあ、行った現地で、まあ、これだけじゃないけど、いろんなもの、こう、使い勝手ね、また紹介できたらいいかなと思います。はい。ということで、今日は、まあ、こちらの方の電子ライターの方と、こちらの方のこの前の、ヤニがちゃんと取れるかという、検証でした。ね。はい。ということで、こんなネタもやってますんで、またよろしくお願いします。そしたら今日はこの辺で失礼します。さよなら。